8月16日月曜日、16度の73%。今日でお盆も終わりです。カラスの鳴き声が平和だ。昨日買ってきたキャベツでザワークラウトを仕込みました。こんにちは。これ持って帰れるんですか？もしかしたらできます。じゃあこれ一つと、はい、飲み物がアイスコーヒー。アイスコーヒー。はい。これだ。これをスライスしてイチゴ乗せてるんだ。なかなかいい建物から出てくると正面には、なんというか、あれなんと2つもある。2枚も。間違いじゃないのかな。これで本当に400円なのかな。ルバーブのジャムもついて、さっきのちょっと名前忘れましたけど、パンでなんとかの上にイチゴが乗っかってて、2枚もついてるものかな。400円ですけど。じゃあちょっとこれは1枚、2枚入ってたので1枚食べて、うん、これは合うわ。なるほど。残り1枚はマリさんのお土産にします。ちょっと車の中なんでルバーブのジャムをつけるのは、ミッションインポッシブルに近いので。これ深入りのコーヒーと合う、友也さんの。6月に撮った動画に、アイビック食品さんの、どんな時もカレーってレトルトのカレーを紹介したことがあったんですよね。里の駅のホットキモベツのそばのキモベツ川のほとりで食べた動画があったんですけど、それをソーシャルメディアで、公式のソーシャルメディアアカウントで紹介してもいいですかってアイビック食品さんからコメントがついて、もちろん一回外に出したやつだからいいんですけど、だけど申し訳ないなと思って、決してクオリティの高い動画じゃないので、今もクオリティ高いわけじゃないんですけども、例えば音の処理の仕方だったりとか色の見え方だったりとかっていうのは、まあやっぱり毎日出してる分、編集してる分、その1ヶ月2ヶ月前よりは今の方が多分見やすかったり聞きやすかったりとか多少はなってると思うんですけど、あれもう今日でお盆も終わりだからみんな帰ったかと思って北湯沢に来てみたんだけど、結構まだ残ってるな。あら、ちょっと人が多いからやめる。なんか今そういうこと考えてたら気にないけど、くしゃみとかされても気になるじゃないですか。じゃあやめとく。ここまで来たけど。でね、何の話をしたんだっけ。あ、そうそう、でカレーのアイビック食品さんのその、どんな時もカレーのこと取り扱った回を紹介してもいいですかっていうから、まあ一回出したものなんでいいですよっつって、でもちょっとクオリティが低いから申し訳ないですねっていうような感じで、本当に申し訳ないと思って、だから取り直そうとは思ってるんですけど、明日2週間ぶり、久しぶりに釣りに行こうと思ってて、ちょうどいつも釣りって長くても3時間ぐらいで、先々週は5時間ぐらいだったのかな。でもいつも2、3時間なんです。1時間から3時間ぐらいまでの間なんですけど、明日は朝から夕方、まあちょっと夕方まで体が持つかどうかは分かんないけども、お昼を挟んで行こうと思ってるんですよ、思ってたんです。
で、普段初めてのところ、初めてのところっていうのはその行けないところですから、徒歩圏で、徒歩でたどり着けない場所なんで、そのカヤックに乗ってそこにたどり着いて行ってみようかなと、探検してみようかなと思ってたところがあるんで、そこにカレーを持ってって食べようかなと。最近ヤギの可愛さに気がついたね。かわいい。優しくておとなしい。かわいいね。これか。かわいい。シマリス食事どころ。でもアリが戦ってて、でもこっちではアリをおびき寄せて殺そうとしてるって。メリーちゃん。メリーちゃん本当人が好きなんだな。かわいいな。ね。なんか食べ物あげたいけどね。ん？ん？これ？これが欲しいのか。